私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。川西健志郎さんは女性人気が非常に高い芸人の一人で、和牛の川西健志郎が年下女性と結婚。イケメン芸人の突然の結婚に女性ファンから悲鳴が。もしかしたら家庭に収まるためでもあったのかな？和牛川西健志郎さんは自分という物件を選んでくれた住人。とのタイトルでコラム冒頭で、先月僕は入籍をしたと結婚を報告し、自身や結婚相手を物件に例えながらお相手の女性がどのような方なのかを紹介しています。人気お笑いコンビ和牛のツッコミ担当川西健志郎さん、川西健志郎38歳が月刊誌ダヴィンチうちの連載コラム和牛の一歩ずつ一歩ずつで結婚を発表し、ファンなどから祝福や悲鳴の声などが上がっています。川西健志郎さんは2019年に結婚情報を知、ザイク氏のインタビューをコンビ揃って受けた際に、相方の水田真嗣さんと揃って結婚願望を明かし、理想の結婚相手を聞かれると、なんてことない日常の中でもくだらないことで笑い合えるような人が理想ですと答えていました。ただ、付き合っている彼女がいるとの情報はなく、週刊誌などに女性関係の噂を報じられたり、川西健志郎さん本人が彼女の存在をほのめかすこともなかったようなので、ガチ恋ファンはショックを隠せない様子です。川西健志郎さんもそうしたファンが少ないと思ってか、結婚発表した今回のコラム終盤では、他人の幸せを祝える人でありたいし、そんな人がたくさんいたらいいなと思うし、そんな世の中であってほしいとの思いを綴っています。結婚相手の女性は年下のようで、築年数が僕よりも浅いこともあるが、年、外壁や門構えなど人目に触れるところはまめに手入れがされており、綺麗で中へ入った印象はとても温かみがある、落ち着いた雰囲気で程よく生活感もあり、もし大きな揺れがやってきてもしなやかな心で壊れないよう守ってくれる免震構造、住む人にいつも安心感を与えてくれる、そんな家と綴っており、どうやら綺麗で心優しく温かみがある方のようです。そして、いつかに千葉吉本幕張イオンモール劇場で行われたライブに出演した川西健志郎さんは、ステージに登場すると観客に、今日結婚発表したよって人、と呼びかけ、自ら結婚をネタにしつつ、発表が連載のコラムだったのでじわじわと広がる感じかなと思ったら、朝一に寝ている時から連絡が来ていてありがたいなと思ったなどと語っていました。各報道によると、所属事務所、吉本興業も川西健志郎さんが10月に結婚したことを明らかにし、結婚相手は一般人とのことですが、連載での結婚発表を受けてネット上では、川西さんおめでとうございます、ファンはショックだろうな、水田さんの方が早めに結婚すると思ってた、地味にダメージ受けている、辛い、泣けそう、ショックです、超素敵な旦那さんになりそう、本当に奥様が羨ましいです。おめでとうございます。簡単譜。SNS で報告とかでもなく、雑誌コラムでさらっと言うのが川西さんらしいわ。きちんと地盤を固めてからのご結婚は、かっこよいな。なんか家に例えるのキモい WWW おめでとう。卒業したヒルナンデスで体調悪そうだったから、心配してたけど、幸せそうで安心した。おそらくファンの一部はショックを受けるだろう。私も軽くショックだが、すぐ切り替えられた。レギュラーが減ったのも、もしかしたら家庭に収まるためでもあったのかな？などの声が上がっています。川西健志郎さんは女性人気が非常に高い芸人の一人で、2019年の吉本男前ランキングでは、エクシットケンキン大輝さんに次いで2位にランクインし、同年放送のバラエティ番組、本能 CBC テレビで行った街頭インタビューを元に発表の抱かれたい芸能人ランキングでは、俳優の姿正樹さん、吉沢明さん、新田真剣佑さんと並んで2位に入っていました。それだけに、突然の結婚発表に対してファンからは祝福だけでなく多くの悲鳴も上がっており、今後のファン離れを懸念する声もありますね。
結婚したことで今後女性ファンが多少減る可能性はあると思いますが、和牛は漫才の実力が高い評価を受けており、結婚を機により芸を磨いて芸人としてさらに活躍する姿を見せてほしいです。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。